岸本さん、あのテーブルバッシングしておいて。バッシング？あ、あのね、片付けるって意味。あ、はい、わかりました。失礼いたしました。あ、やっちゃったね、岸本さん。焦らなくていいから。ごめんなさい、次は気をつけます。次からは考えて行動ね。 OK？ はい。そこバッシングしといて。はい。占いとか信じるやつの気が知れねえ。いいからいいから、これ当たるんだって。ゆいは乙女座だったでしょ。うわ、今月の恋愛運は星3つで最高。乙女座と相性のいい星座はヤギ座と牡牛座だって。俺ヤギ座。ちょっと信じないんじゃなかったの。ゆいの仕事運は1か。まあしょうがないよね。うん、今まで勉強しかしてこなかったし、バイトになれるまでには時間がかかりそう。あ、ちょっと待って、小春ちゃんもバイト探してたんだ。ゆいがバイト始めるっていうからさ、私も高校生でもできるおしゃれな仕事で設定してみたの。俺もなんかバイト探そっかな、音楽系とか。蓮くんも使ってみたら？インディードか。編集部アシスタントか、いいかも。